はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあやっていきましょう、レッツゴーピカチュウということでおはようございます。前回のパートからだいぶ経ちました。だいぶつってもまあ数時間ですけど、裏でかなり色々トレーナーやら何やら、鍛錬を積んできまして、パーティーがこんな感じになりました。まあピカチュウは変わらずですけど、カビンゴがしっかり、パーティーに加わりまして、ピジョンがピジョットに進化しまして、不思議バナーに進化したのは前回のパートかな。リザードンにも進化させまして、最終的にカメックスちゃんもいますみたいな感じでございます。レベルも全体的に10ぐらい上がってきまして、さあいよいよこっから後半戦頑張っていこうかなといった感じのパーティーになっております。道具等々もねしっかりね準備してきましたので、今日はこの人がいるのを忘れていた。いや君たち、そのピカチュウにマーベラスな技を教えてみる。ザブザブサーフィン来ちゃったわ、水技まで来ちゃったわみたいな。さあじゃあ瓦割りの代わりに覚えさせましょうか、ピカチュウの新しい技、ザブザブサーフ。絶対強いでしょ、波乗りみたいなもんでしょ、要は。頼もう。どれが本人だ、どれが本人だ。え、絶対そこの畳に行くやつでしょ。オース未来のチャンピオン。ここ赤竹シティにはサファリゾーンがあり、たくさんのポケモンと出会える。赤竹ジムではたくさんのポケモンがと出会ったトレーナーを歓迎している。よって50種類以上捕まえたトレーナーかどうかを改めて。あー、これ結構なかなかのハードルですね。なかなか今までのポケモンにはなかった。62! いや、ギリですよ、結構。結構ギリですよ。それなりにね、捕まえてきたつもりではいるんですけど。ああ、お前今日かよ。お前かよ。お、ふわふわふわ。拙者、変化の術に驚いたが、勝負にも変幻自在な技で、お主驚かせようぞ。結構か。結構か。あ、本人だ。いやー、よし、じゃあ先へ進め。行くぜ。おう。とりあえず壁があるのかってことをまず確認させてくれ。壁はある。あ、で、ここに段がある。左側、左側いけないから、まあ、ぐるぐる回っていきましょうか。さあ、来ました。強戦です。よろしくお願いします。いやー、なんか、毒魔も小さくなるムンフォとかいうやばいのがいたんだけど。なんだよ !4 対1とは、わっぱごときが拙者の戦いに挑むとは、肩払いたいでござる。肩払いたいとか俺かよ。そんな言葉なかなか使わねえぞ、現代人。相手に手出しできぬまま食らって毒で自滅させる。忍びの技の極意を受けてみよう。マジ、ほんとさ、毒魔も小さくなるムンフォムベトベトンとか、頭おかしいでしょって感じなんだけど。子供泣くやろみたいな。激横ですよ。いけ！ピカチュウ。あ、ちなみに新しいコスチュームになりました。これ赤竹シティの横でもらえますんで。もらいたい人。初手スマモルな。コンピューター特有の初手スマモル。何の意味もない初手スマモル。ただ俺の PP を減らしに来てるだけっていう。でもどうせ PP エイドとかあるから関係ねえとか言う。あー？核に取れなくなっちゃった？ PP 使われちゃ、PP なくなっちゃったから。ああ知らねえ。PP エイド使おう、これ。実際あれですよね。PP エイドとか使うタイミングとかってさ、この辺しかないじゃないですか、あんまり。四天王戦、あと四天王戦ぐらいでしょ。使うわ。いいや、PP エイドとかいう超激レア。もうほんとやだ。一貫。イェーイザブーザブー調子乗ってんじゃねえぞ、マジで。何が大爆発だよ。じゃあ、毒入れんなよ。マジで。調子乗ってんじゃねえよ。ちょ、一回引くわ。まあ、毒打ってくるってことが分かったんで、じゃあ、毒打ってこいよっていう戦法でいくわ。おう、受けたる。おい、いくらでも打ってこい。ちょ、さあ、あとは、朝一から叫んだから今、すげえ頭ズキズキするんだけど。ズキズキするんですけど。ヘッドバック、お、毒れカビンゴ、空気読めよ、毒れよ、マジで、おい。通常毒引けよ。空元気の意味。まあ、今回なんか、恩返しがないっぽいんすよね、今作ね。もう恩返し、多分普通のポケモンだったら、
この辺のタイミングではもうゲットできてるはずなんで、なんで毒んねんだよ。3割毒さっきからめちゃめちゃ引きまくっててさ、そういうことっす。はい、スマモルなんの意味もない。はい、コンピューター毒。はい、コンピューター毒の謎スマモル。ここで毒引くんでしょう。ここで通常毒引いて、ほら、通常毒で死ぬみたいな、そういう感じでしょ。死なせねえよ。死なせねえよ。回復させるよ、ギリギリだろ、多分。通常毒だから。うん。通常毒だから多分残り10いくつとかじゃないですか。キリサク、キリサク。まあ、竜の怒りもういらないですね、さすがにね。さすがにお役ごめんですわ、ここまでよく頑張ってくれた。オッケー。リザもね、炎のパンチ覚えましたかね。炎のパンチの技マシンがあるっていうね。ゴルビー。ゴルビー。ゴルビーか。まあ、ゴルビーだったらピカチュウするかな。まあ、カビンゴの毒は継続ですから。まあ、一番最後に出てくるであろう、ドガスマタ。違うわ。またドガスベトベトンゴルビー。あとなんだ。え、一通り出たくないか。はい。なんかザブザブサーフ使う間もなく終わりそうですね。ラスイチ何？ラスイッチ何？あ、モルフォンか、モルフォンか。モルフォンか。あ、じゃあモルフォンだったらまあ、すごく傷つかって成長いらん。いらん。意外ともうバナ。あーでも成長使ってもいいけどね。まあ耐久上がんないからねって感じですよね。はい、モルフォン。ここ一回あれですね。しっかり回復して。まあどうせ相手守る持ってたら守るでしょう。影分身なんか押してこないと思うんで。どうでしょうね。毒魔も影分身最高、最下光線とか。そんな感じでしょう。そんな感じだと思うんで、まあ、あとは、ひたすら、カビゴンの空元気を食らうがいい。ざまあ見やがれってやつで。はい。さざめき、さすがのカビンゴ。この耐久力。あ、行きましたね。勝ちましたね。多分。あとは空元気で、落とせないこと。お前がその気なら俺は回復するよ。ああ、いいよ、別に。俺、金めちゃくちゃあるからな。全トレーナー倒してきてからな。この中間。全トレーナー倒してきてからな。ここまでのトレーナー。戻って。ひたすら戻ってな。おう。やってやるよ。これさ、どうなんの？これどうなんの？守るのまた。守るんだ。守るんだ。え、これどうにかなるでしょ？大丈夫でしょ？まあ、後ろにリザもピジョットもいるんでね。いるんでね、せっかくだったらこのカビゴンの、いや、耐える、これ大丈夫、勝った、多分勝った。さざめきならもっと耐えるわ。余裕。はい。いえー。から元気ー !2倍。そやろ、お前。お前、マジかよ。それ、一番やっちゃいけないやつなんだよ、お前。やっちゃったな。マジやっちゃったな、お前。ああ、どうしようかな。いや、どうせここあれでしょう。どうせここ、無駄守るでしょう。守れ。経験値の方が大事だ。そう、あとやっぱね、トレーナー戦よりね、やっぱ明らかにポケモン、ゲットする方が、経験値入りますね。特に結構、今作は、なんか連鎖もできるみたいで、いわゆる、X、オーラスだったっけ？オーラスかな？の時の連鎖が、できますからね。すごいなんか個体がいいポケモンも結構ゲットしやすいっぽいし、それやってると勝手に経験値もいっぱい溜まってくしみたいな。あね、すごいね、トレーナー戦わなくていい説が俺の中で結構湧いてきてる。ソラ、このピンクパッチを受け取るがよい。まあ、相変わらずうぜえだけの今日でしたね。本当に。マジで。ピンクパッチを持っておれば、誰のポケモンでもレベル60までお主の仕事を従うことになる。そうだ、これお主に。ドクドク。はい。ドクドク。400年昔より我が家に伝わる独特の猛威がうざったいでござる。もう読むのすらうざったいでござる。よし、オッケー。あ、なんだお前ら。ゴーパークには珍しいポケモンがいっぱいって聞いてきたのに、アプリとか連動とかよくわかんなくて怖くなっちゃって逃げちまってきたよ。にゃー、にゃーもわかんないにゃー。
どっかに儲け話転がってないかしらね。あ、ん、足元、コツン、硬い感触。もしお宝かも掘り出してみようぜ。わっせ、わっせ。わお、金ピカよ、すごいお宝見つけちゃったって。なにこれ、入れ歯じゃないの。入れ歯、いくら金でもいらないよ。あ、ジャリンコ、ここで何してんのよ。どうでもいいけど、あんたこれ持ってってよ。押し付けられた。そいつはやるぜ。俺たちは忙しいんだ。手洗いたいし、さっさ。はい、バイバーイ。こんにちは。はい、村長さん、どうぞ。どうぞどうぞ。はい、急にはめた、口にはめた。はい。うわぁ、砂でちゃいちゃいや。いや、すまへん。ほんま助かったわ。誰に何言うても全然通じへんし、恥ずかしゅうって、事務所も顔出せへんかったんや。俺にこれあげるわ。サファリセット。ああ、着替えられるのね。あ、なるほどね。おまけや、教えたろ。秘術押し出し。そう。それを教わりたかったんですよ。それを教わりたかったんですよ。どっちでもええわ。これ見てみ。やばい。ええか？こういう大きいブロックが、どっか、洞窟なんかで見かけるときがある。力いっぱい押せるんやで。やり方は、しっかと把握にしまって一気にこうや。怪力、覚えました。だいぶ岩でかくなりましたね。昔に比べてね。よし、オッケー。これをやることによって、じゃあ普通に押してみましょうか。この奥に何があるのか。ほい、どんな感じ？ほい、あ、あ、ダグディ、あんなあ、あ、ディグだから金の玉をもらった。7個目？よし来たぞ、シルフカンパニー。ちょっとしなさいよ。ダメだ。作戦メンバー以外誰も通すなと言われているのだ。硬いこと言うなって。にゃーも通すんや。もうじれったいわね。いいからどきなさい。お、おーい、待て武蔵、待つんだにゃー。ああ、頭の中星様だらけになっちゃった。待つんだにゃー。さあ、シルフカンパニーですか、今回は。おーい、君、なんだ、誰だてめ。は、受付さん。ああ、シルフカンパニーの人。今この会社はちょっと大変なの、危ないから子供入っちゃダメよ。そう言わずに見学させてくれませんか。あ、ちょうどいいですね、タイミング合いますね、皆さん。あら、グリーンくん。チョリーっす。モッティ、探したんだぞ。何このビル。なんでこのビルに。乗っ取りだってよ。やっぱりロケット団の奴ら、あちこちで悪さしてるんだ。マスダの言う通りだな。もうこれ以上、ロケット団をすることほっとけねえ。どうすれば、俺たちにできることをするんだ。ってことで、モッティは予定通りシルフカンパニーにいるロケット団を追い払う。一人は危ねえから、マスダも一緒にな。はい。俺は関東中を回る。ロケット団の奴らを片っ端から潰して、なんとかボスの居所を探ってみる。それからポケモンリーグにも行って、事件を知らせる。すげえ、もしかして四天王が味方になってくれるかも。それじゃあ二手に分かれて、作戦開始だと言いたいとこだけど、その前に、はい。二人が、どれくらいの強さなのか俺は知らない、安心して任せられていいのか実力を見せてもらう。マジで、どっからでもいいぜ、かかってこいよ。わーお、マジか。いや、まあ、いや、行きますよ。回復は大丈夫してあるんで。はい、行きます。よし、あー、1対1なのね。2-1かと思ったわ、今。話ぶり的に。ま、マジか、お前してんのじゃないの。てか、チャンピオンじゃねえの、俺ずっとそうだと思ってたんだけど。この流れは、もしや、あいつが、みたいな話なのか。なしし、なしし。あ、でも、手持ち2匹しかいないってことは、いや、あり得るな、まだ。いや、まだね、まだ、チャンピオンが、グリーン説はあり得るわ。よし、いけー！ビーン！あっと、耐えていく。耐えていく。ひるんで技が出せない！ 95%。あ！あのさあ、あのさあ、命中率いった途端 5% 引かないでもらえませんかね。やめていただけませんかね、そう、あっさり 5% 引くの。モッティだからってね、さすがにね、そこブレすぎですよ、マジで。下ブレしすぎ。あ、ドン。あ、ドンっすか。あ、ドンっすか。ザブザブサーフィン使います？せっかくだったら。せっかくだったら使いますか。絶対10万の方が入るの分かってる上で使いますけど。ザブザブサーフィン！うおー！波乗りピカチュー！で、熱風。いや、まあ、そうなりますよね。耐える！耐えない！バイバーイ。
バイバーイ。しゃあない、しゃあないわ。10万だったら落ちてたわ。うん。分かった上で、だって 1.5 倍だから多分威力的にそんな変わんないから。わざと。サムネのためです。許してください。何でもしますから。はい。さあ。何使うの？空火とか使わないで。空火とかやめてね。エアスラ。あ、まあまあまあ、勝ちましたね。はい。まあ、スノリザードンは、そんなに怖かねえわって感じで。まあ、ひるまないから大丈夫ですよ。3割なんかよーし。おー、なんかすごい波乗りエフェクト。波に乗ってないよ。明らかに沈んでましたよね。カメクスその重さで。オッケー。余裕ですね。さすが俺と同じマサラタウンのトレーナーだぜ。1万円もくれんの、子供に。終わり？おーおー、ロケット団に挑むだけのことあるじゃねえか。シルフカンパニーのことは任せたぜ。よし、次バスだ、どんどん行くぜ。よし、じゃあ、行きますか。回復はしてくれないんですか？あ、回復はしてくれないみたいなんで、じゃあ、シルフカンパニー攻略。もう、あれですね。最小ターンで行きましょう。あ！お前は！やっぱ誤解なんだ。アポロ様誰ですか、その子。浮気相手です。モッティ誰なんだ、その人。浮気相手です。愚かにも、我々の邪魔をするとは、優秀なお子様ですな。だったら俺たちにとっては、あんたたちが邪魔者だ。ちょっとあんた、アポロ様が邪魔者ですって？つねって泣かせたいの？落ち着きなさい。こういう輩には、こうやって思い知らせるのです。思い知らされたのに、またその手段を使おうとでも言うんですか、アポロさん。やっぱ誤解なんすね。やっぱ、ここでイベントが起こるということは、まあ、それすなわち、この回にカードキーがあると言っているようなもんなんじゃないですかね。カラカラだー、カラカラ育てたんだ。ヤジャルン。どうしよう。全然、あれなんですけど。普通にまずそうなんですけど。なんか、ボコ、一方通行、食らいそう。頑張れ。地震だ、地震打つんだ。地震いいぞ。先輩巻き込んでいいから地震打って。はい。骨コンボ。あーららららららら。あらら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 。あらららあーあーあー。マルマインのな、マルマインの自爆弱えからな、もう弱体化とかいうレベルじゃなくなっちゃいましたからね。昔は一個上等手段だったのに。ドクドク、あ、勝ったな、これ。しかもカラカラに打ってくれるこの優しさ。優しい。やっちゃえ、骨コンボ。骨ブーメラン、お、いいよ。イエーイ、強い。いや、でもカラカラ今回あれですもんね。専用アイテムないから、火力は、ほどほどですもんね。あれ、もう一匹いんの？マジで。そんなことない。え？またドガス。え、いるんかーい。ドガス。ラッタッタラッタッタラララッタッタララッタッタ。普通に回復した方がいい。なんかさ、爆発してきそうじゃない？すごい。すごい今日そんな気しね。めっちゃするよな。絶対大爆発してくるぜ、こいつ。あ、でももう一匹いるんだけど、厄介ですね。厄介じゃないですか。はい。ふいー。あー、ふいすかしできなかった。なんでだよー。なんでだよー。おかしいだろうよー。なんでそっちだよー。冬ないぞー。大丈夫だぞ。なんでそっち抜群取らねえんだよ、マジで。もう、言いたいことがいろいろありすぎる件について。あ、ラッタ倒して、そっちに骨部強制させた方がよかったかもしれないな、これ。そしたら。ふいー。痛い。10万。落ちない。ヘドバク。落ちたかな。耐えるけど毒を。なんでやー、なんでやー。仲間見殺しとか、やべえな、お前。おめえやべえな。このタイミングで気合ダメは相当やべえぞ。やっちまってるぞ、マジで。それはやっちまってる。あかん。トレーナーとしてそれはあかんぞ。ああ。シーラない。翼。いや、翼。いや、まあ、上取れる。取っちゃえ。この、すご傷。ふーん。あ、そう、ふいー。痛い。翼。落とせる。はい。レベルそんな高くないね、今見たら。34とかか。いや、まあ、ダブルバトルで40、40とかあったら、ちょっとさすがにって感じだかもしれないですけど。
やもう本当にさ、本当にさ、早く、はい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 、はい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 、お疲れ。なんかそこそこ時間食いましたね。グー、またしてもな、グーな、なグーな。この間勝ったのはまぐれではなかったと。よくわかりました。俺たちにはもっと気をつけることにしましょう。あ、窃盗罪。絶対今、あれでしょう。盗んだでしょ、財布。財布確認しな。あ、こんなもの落としたぜ。そっちのパターン。ほー、なるほど。あ、じゃあ、ちょっと一回回復して、もう行きますか、直で。